皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。家柄アフトケムティほのかファクトリーの塩見です。またまた配信をさせていただきます。今日もねちょっと顔色がね映りが悪い、事務所の中からのお届けになります。至ってね健康です。至って元気なんで、はい、ちょっとね顔色悪く映ってしまうけど、ごめんなさい。というところで今日はですね、前回ねお話をしたこのマッシュルームファンネルの話題となります。まだねこれが私の1991年式の、スズキの GSXR1100 ベースの、Y63 と言われるコンセプトバイク、今ね、チューニングして、後輪で160馬力を超えているような車両です。トルクは 13.5 キロっていう車両に今このラージボディ用のマッシュルームファンネル、この長さがね35ミリというマッシュルームファンネルを装着して私がテストしております。それからですね、同じくね1991年式の、GSXR1100 のお客様で、うちのね要はコンプリートバイクとして、Y62 というの車両を、製作して販売しました。でそのお客様に今、これのね、もう一つ使っていただいている。それからね、GSF1200 のこれもエンジンスタンダードのモデルで FCR の 39π だったかなが入ってるモデル、車両にも装着してもらって、で皆さんねやっぱ低速の、トルク、加速がすごく、なんか力強くなりましたっていうことで今レビューをいただいております。で今回ですね、抽選で、1名様にこのマッシュルームファンネルプレゼントしますという企画をさせてもらって、でお届けをしました。でそのお届けさせてもらったお客様からのレビューはまあこれからなんですけど、その前にですね、まあ抽選に外れても購入したいという方がいらっしゃって、でその方が今回、早速ねこのマッシュルームファンネルを購入していただいて、すぐねありがたい話です、写真と動画を、共に、添えてくれて、インプレッションレビューっていうのを私に届けてくださいました。で、そのね、とっても嬉しかったので、今回この動画配信はこのマッシュルームファンネルとそのレビューをいただいた内容に基づいてお届けしていこうと思っています。はい。ありがとうございます。今回ね、VMAX にこの、マッシュルームファンネルですね、
こちらを初めて購入してくださった、第一のお客様のレビューをお届けしました。これからね、いろんな場所で走行していろんな結果が出てくると思います。で、今もね、いろんな方々からこのスモールボディ用を作ってくださいとか、 CR キャブレター用が作れないですかっていうお問い合わせもいただいたりしておりますので、今後ね、少しずつこの、マッシュルームファンネル世の中に増えていくんじゃないかななんて思っております。ただですね、ちょっと生産が 3D プリンターがね、とっても時間かかるんで、そんなにこう量産でバン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 出していけるような状況ではありませんので、順次ね、ご注文予約をいただいたお客様から順次、提供させていただくような流れが取れればななんて思っております。で、今回のね、レビューの中で、まあ、これ、ね、私も思っていたんですけど、これ、機能を最優先したがゆえにとっても取り付けがしにくいです。なので取り付けの仕方を少しね、動画をちょっと作って、配信させていただこうと思いますので、一旦ね、ちょっとこの取り付け方、注意事項も含めてご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、ちょっとマシニングセンターが後ろで一生懸命動いてますので、うるさいかもしれませんが、少しご了承ください。当社のですね、マッシュルームファンネルの組み付けの仕方っていうのを、一応この今ね、作っている最終仕上げ用のために作ったジグを使って、アタッチメントを使ってご説明をしていこうと思います。基本的にはここの部分が FCR のボアに当たる部分ですね。メインボアに当たる部分、そしてここが取り付けの部分に出ている、メネジのボスになります。基本的に FCR と同じ同サイズで作ってますので、これをキャブレターとしてみなして作業を行っていこうと思います。で、私がね、使っているのはちょっとね、ユレイの車両で、私の車両の場合は後ろにオイルキャッチタンクがあるので、こういったね、ボールポイントの長いソケットを使って組み上げております。 4mm のサイズですね。はい、これね、スナップオンさんで購入したんですけど、スナップオンブランドでは残念ながら、なかったです。はい、こういう工具を使って作業しますね。で、まず一番最初、 FCR のもともと標準でついているボルト、これこのまま使います。で、片側の、要は車両のね、手の届きにくい奥側、軽く、ネジを半分ぐらい入れてください。完全に締まりきらない状態で隙間が空いたまんま、ネジを半分ぐらいですね、入れていただきます。そしてちょっとね、狭いんでめんどくさいですよ。工具をファンネルの部分に先に差し込みます。はい、差し込んでいただいて、はい、こんな感じでファンネルにボルトを加えて、後ろから工具を刺した状態、この状態を作ってください。はい、それでこのまま、こっちのね、ネジを軽く締めた方に、反対側のこれですね、反対側の何もない、ファンネルのこの開いてる口、ここへカチャンと挿入していただきます。で、ここにね、ある程度ネジをね、こちら側のネジ全部締めてしまうと、またね、ファンネルが入らないので、軽く締めた状態でファンネルをカチャンと差し込みます。それでこの今工具を差し込んだボルトですね、を反対側のネジ穴に入れながら固定で、反対側をちょっと回しますね。ぐるー、はい、反対側をもう一度固定、そして最後に反対側も固定。はい、このような形で
装着してください。じゃないとね、ここの隙間がすごく少ないので、一応ポケットの加工はしてるんですけど、もうギリギリのサイズで作ってます。なので先ほどのような組み立ての仕方をしていただかないと組み付けができませんので、このあたりご注意ください。効果はかなり高く出ますので、ぜひ実験していただきたいと思います。はい、そんな感じでですね、第1号の、このマッシュルームファンネル、購入してくださったトーチさん、VMAX 乗りのトーチさんからの、第1のレビューということでお伝えしてまいりました。で、そんな中でちょっとね、取り付け方すっごい悩みましたというこうねコメントもありましたので、再度取り付けの仕方を、まあ、ちょっとねこのアタッチメントを使ってお伝えしてみました。またね、購入されるまあ機会があったら、その取り付け方の動画なんかも見ていただきながら、ご自分でね取り付けしてくださったらどうかななんて思います。かなりちょっと面倒くさい取り付けの仕方になりますので、FCR の、元々の標準ファンネルも結構面倒くさいんですけど、それよりも多分組み付けは難しくなっていると思います。はい、その辺はねちょっと性能最優先というところでご了解ご了承いただければと思います。こんな感じでこのマッシュルームファンネル、もうこれもね完全に私の興味本位と好奇心から生まれた商品です。ちょっとね、本当はね市販するつもりもあんまりなかったんですけど、使ってみたいと言われる方がねちょっとあまりにも多かったので、ちょっとねコツコツですけど、販売をしていこうかななんて思っております。一つ3500円と消費税、3D プリンターで作って最終仕上げなんかの手間もちょっとかかっちゃうので、すいません、1個3500円と消費税という形で、希望者がいらっしゃいましたらまた、LINE ワークスの方で、ご連絡いただければと思います。はい、ということで、興味本位で作ってみたら意外と皆さん使ってみたかった、マッシュルームファンネルということで、早速ねすっごい効果が出ましたという、第1の購入者の方からの、トーチさんからの、レビューがありました。VMAX のりのトーチさん、ご協力ありがとうございます。これからね、コツコツですけど作ってまいります。またね、希望される方がいらっしゃったらお声掛けいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、この動画、とってもためになったと思いましたら、グッドボタンを、そして、ぜひぜひ使用みのためにチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまた皆さん、次回の動画で。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。